9月29日放送開始から15年目を迎えた BS 富士の報道番組 BS 富士ライブプライムニュースが主催した「プライムニュースの集い」が都内のホテルで開かれた挨拶に駆けつけた岸田文雄首相は壇上で先送りできない課題に取り組みながら変化を力にする明日は必ず今日より良くなる日本を実現するために努力したいと熱弁 新年最初のプライムニュースに来年は呼んでもらえるかわからないがと冗談を口にしていましたが笑顔を浮かべて余裕がある印象でしたねと参加者は振り返る自民党総裁任期は2024年9月30日まで残すところちょうど1年だ政治の死と仰ぐ 高知会の会長で首相も務めた宮沢喜一氏の644日大平正義氏の554日を超えた岸田首相国民から増税眼鏡とありがたくないあだ名で呼ばれていることに対し本氏は首相本人がレイシックにすればいいのかと立腹している様子を伝えたがどうやら首相は本気で長期政権を目指しているようだ 9月の内閣改造党役員人事ではポスト岸田に意欲を見せる茂木敏光幹事長河野太郎デジタル愛竹内早苗経済安保担当省を囲い込み模擬派も手厚く処遇しました世論調査で人気がある石破茂氏とも改造前に会食しています一方最大派閥の安倍派はトップが決まらず退会する議員もいてグダグダ。 留任の松野博一官房長官を含めて入閣はわずか4人で露骨な冷や飯です永田町では岸田卸ののろしのろしを上げる敵対勢力が見つからないという声が圧倒的ですそれを象徴するような出来事があった 首相は10月末までに経済対策をまとめるよう指示を出していますが、裏付けとなる補正予算を提出する時期に言及しなかったため永田町では解散が近いのかと浮き足だった人もいたんですしかし、その後の記者会見で10月20日に召集する臨時国会に提出しますと笑みを浮かべて明言。 自民党内からも我々の反応を楽しんでいたのかと憤る声が上がっていましたまるで我が世の春だと憤慨している人もいましたねだが各社世論調査による支持率では相変わらず30%台の低空飛行が続くマイナンバーカードやインボイス制度では国民を大混乱に陥れ海外には拠出金などで兆円単位の大盤振る舞い その一方で国民はガソリンはじめ物価高で生活苦が続く物価上昇が激しすぎて実質賃金も目減りしているさらに年末以降は防衛費増額や少子化対策の財源確保の議論が本格化します国民負担増はじわじわと拡大しているのです増税メガネと呼ばれる日はまだまだ続きそうである 以下はネチズンのコメントをまとめたものです世襲議員に共通して見られる傾向に深く内省する習慣がないことが挙げられると思います生まれた時から先代国会議員の取り巻きにちやほやされて育ち親が地元の有力者なので同級生も強く出ることはなく自己肯定感モンスターに育っているそういった典型例と見られる岸田首相が「聞く力」と言いつつ 全然然く力がないこととは当然の帰結と言えるでしょう。親が自民党の重鎮だった場合上記の傾向が国政の場でも通用してしまう日本の民主主義の構造的欠点の表出を国民は今まさに目の当たりにさせられている状況だといえると思います何を騒いだって選挙で意思を示さなければ変わらないのです 投票率50%の結果が今の状況だということが、まだ理解できてないようですね。有権者の責任です。投票権のない未成年者の皆さん、今のうちから投票に行かない身近の有権者、家族、に番ン,ン苦言を呈してやってください。そうしないと、あなた方の暮らしは今以上に厳しく、悲惨なものになりますよ。 かつては増税した政権は倒れると言われていたが、今ではすっかり昔話になってしまった。増税を決定すると支持率が急落し、政権が倒れるという流れだったが、安倍政権での2度の消費税増税、岸田政権での防衛費増税とインボイスによる事実上の増税でも政権は倒れるどころか盤石になっているくらいだ。 政権維持に影響しないのであれば、支持率など気にする必要はなくなる。かつては生活が苦しいものが多いと政治への関心が強くなり、豊かになると政治に無関心なものが増えていたが、今は生活が苦しいものが増えても政治への関心が高まらず、投票率も上がらない。そのの結果、組織票票と高齢者の票が強くなり、 これらの票を抑えれば選挙で勝てるようになっているため他のものは捨て置かれるようになっている世界的にも日本経済は伸び企業の業績も上がってますただ企業の利益はストックされ上層部に分配され弊社員はわずかな賃金と大幅な税金と物価は上昇手元に残る金はどんどん少なくなっているこの人のおかげで格差はより大きくなってます やはり安倍派が会長を決められず集団指導体制になったことが大きい会長が選ばれれば直ちに総裁候補に名乗りを上げただろうが現状では総裁選に立候補者を出せないどころか派閥の足並みが揃わないので総裁選挙が行われれば各候補者の草刈り場になる 総裁選挙自体が行われないよう行われてもあわまつ候補相手で派閥内の対応が分かれることがないようひたすら岸田支持に徹するしかない 2> 第2派閥の麻生さんは世代交代を促しかねない総裁交代には反対するから岸田支持第3派閥の茂木さんは現状が続けば幹事長として実績が増すし幹事長で総選挙を取りしきれば影響力も増す 黙っていればポスト岸田の大本美琴なので、岸田支持。第4派閥は岸田は、第5派閥の二階さんだけは岸田さんに目に物見せたいと思っているが、自分が総裁候補にはなりえないので、動きが取れない。よって、岸田さんは安泰、やれやれこのままの状態が続くか、選挙するのか、微妙な状況だと思う。通常なら、 こののままの状態でのらりくらりで国会開設を短期間にすれば岸田政権は安泰だろうただ、世界の状況が非常に混沌としていて、アメリカの国内情勢、プーチンの寿命、独善的中共の動き、イスラエルとサウジ、イラン湾岸諸国の動き、アルメニアとアゼルバイジャン、インドとブラジル、EU の内部問題など。 複雑に絡みすぎて何が正しい情報なのか収集がつかなくなっているそんな中海外に依存しすぎると国内が大混乱してしまうことを身をもって経験した日本は現状早急にその体質を改善しなければならないだが今の岸田氏では残念ながら無理彼には国家間歴史観貨幣観税制観がない 今の与党内では一人を除き誰も彼と同じ次の総裁選でその一人が立候補し大きなうねりになるだろうそこから日本は大きく前進する青山重春議員が立候補する岸田は11月に解散総選挙を狙っているという動きがあると言われる経済政策を打ち出したのはその前の支持率回復のため もしまた自民党が勝てばそれ以降とにかく選挙に勝ったということを、錦の御旗にしてやりたい放題になること間違いないウクライナ支援に20兆円も拠出する予定や、大阪万博の予算を増額したりすることもやりやすくなるだろう、また反発されたインボイスにしても選挙で勝ったから受け入れられたのだと言い出しかねない。 またマイナンバーカード問題も LGBT 法案も解決済みだとも言い出しかねない。とにかく解散・総選挙では絶対に自民党に投票してはならない。日本の終わりにとどめを刺すことになるから。